マーカス、ジョッシュがガリレーデータを調べてみたら見せたいものを発見したって。いいぞ。どのくらいのネタだ。戻れる時に来て。重要かもしれない。どうした、レイ。ジョッシュがガリレーから妙なものを見つけた。暗号、コメントは中国語だ。ああ、中国人が衛星バックボーンをハックしたのか。衛星じゃない、中国とアメリカを結ぶ海底ケーブルよ、うん、しかも妙なのはそれだけじゃない。ブルームがハックを監視してる。ハッカーはデータを盗んでニューヨーク証券取引所で儲けてるらしい。ハッカーのインサイダー取引が別に珍しくないだろう。よく聞け。使ってるプログラムはジョッシュやドラムロール。パターン認識ソフトだ。こいつはどう見てもベルウェザーだろう。ブルームは知ってるんだろ。なんで放置してるんだ。それを話し合ってる。確かなことは何もない。ただ分かってることは、中国人ハッカーがサンフランシスコに貨物船を入港させた。積まれてたコンテナが港に届いた頃よ。調べてみよう。よしたら、コンテナの番号は LV426。 俺のオタク度を試してんのか。少しだけね。 SIBU707 から始まる。了解。見えてはいるが、他のコンテナが邪魔だな。どかさないと。おい、嘘だろ。おい、落ち着けっての。なぞなぞだ。この辺りで人身売買をする中国人は。アンティスボーイズ。とんでもなく高級な人身売買だ。俺の前のアパートより快適そうだ。写真を送れ。受け取った。誰なの。なんか鼻血出てるけど。ヌードル翻訳と仲が悪いんだ。やつは普通の積み荷じゃない。それでどうすればいい。ネットで写真を探してくれ。多分この待遇なら教育も受けてる。オッケー。じゃあ中国から始める。分かったら連絡するよ。オッケー。あ、それからアメリカへようこそ。扑你个街，鬼唔望你死咗冇人理啊！你阿妈生嚿叉烧到个生你啊！你点可以留低我一个人喺度噶？例の男を見つけた。どんなやつ？上海交通大学を卒業、統計学と経営学二つの学位を取得してる。金融アナリストだね。あの株式データの計算にその男が必要なんだ。アンティスボーイズはインサイダー取引をしてる。チャイナタウンにアンティスボーイズとつながりのある情報提供者がいるから。位置情報を送る。何か助けてくれるかも。
crap about cleaning up Chinatown or anywhere else. That Whitey and his fat rich friends can go on playing their political games. No way are they getting in here and pushing any of our families. $3,000? Yep. There's a way of handling those guys. And he's got a heads up display. Tracks everything. Right, but best part is the マーガス、ガリレーのダンプからタイディス関連のネタを見つけた。詳しく頼む。レンチと計画を練ってる。お前がガレージに戻った時に話す方が早い。分かった。考えたくもないよね。ブルームが CTOS を世界に広める。規制のない国や政府が積極的に使用するような国に。壊滅的だな。まるで悪夢だ。しかもそいつはすでに進行中だろ。一体どうやって阻止するんだ。今まで通りつるんでる企業を狙うしかない。危険性と乱用を暴露するの。ブルーム自体とは戦わない。イメージを壊してブランドを崩壊させる。こいつを知ってるか。うっせろクズ。忙しいんだ。ずいぶんいい態度だな。アンチスーが連れてきたのは知ってる。理由が知りたいんだ。いや、やつは知らない。みんな知り合いなわけじゃない。シターラから聞いたんだ。教えてくれよ。最初からそう言えよ。アンチスーはゴールドストリートの貿易会社にオフィスを持ってる。そこに記録がある。シターラにこれで借りは返したと伝えろ。はあ、わかった。どうも。チャイナタウンで見つけた手がかりを追う。アンティスーの隠れ家だと思う。何か見つけたら連絡する。了解。株式市場をハックするのに使えそうなものを探して。撃たせないでくれ。おい、ここではやめろ。
これっぽいな。何を隠してる？なんか手に入れた？書類だ。中国語読めんの？いや、でも地図や表はわかる。何の地図や表？水上ファームかな。濃度、発電機、米中間ケーブル付近の国際水域にいる。太平洋艦隊が長年そこから船や潜水艦を追い出してるけど、かなり広範囲だよ。アンティスに感謝だな。位置情報もある。よし、そっから逃げて。するんだ。二船をハックする。中を覗けばブルームがベルウェザーを使う理由がわかるかもしれない。問題はまあ県外ってことだ。なるほどな。二船は CTOS じゃなく中国のプロトコルを使用してる。まあちょろいもんだ。お前を接続させてやる。携帯を持って開けた場所に行くだけでいい。マリンにある灯台の位置情報を送る。辺りを見渡せ。絶景だぞハッカー君。よし、準備完了だ。レイ、本当にすごい眺めだな。俺は嘘はつかんよ。仲良くしろって。準備はいいか？ああ、プロトコルの準備はできてる。二船を確認してくるよ。設計図の見方が間違ってなければハックできそうなカメラがある。覗いてみよう。それで？乗っ取るんだ。方法が分かり次第。めちゃくちゃね。気に入った。狙いはメインサーバーだ。近くにおびき寄せないとね。侵入する。奴らすげえぞ。ハイエンドマシンばっかりだ。管理端末も見つけたが、ログイン情報を探さないと。パスワードを見つけたっぽい。中国語が読めるの？数字だ。試しても損はない。気にしないさ。速度は関係ない。例のプログラムのテストだ。ここにもおもちゃ好きがいるっぽいな。上司よ、従えよ。バッテリーが必要で遠隔操作できるタイプだ。俺ちゃんが遊んでやれ。アンティスには2つの姿。この部屋は重要っぽいな。子供にはハリウッドのひどいステレオタイプのように、アンティは物腰の柔らかい鉛で喋る。まったく、記憶するをチェックするやつは最高だな。ログインネームを見つけた。腕を体にぴったりつけて、頭を下げて。アクセスに必要なものは手に入った。よし、管理用端末のところに戻って。本物のアンティを知った。
始めよ。二船を岸に寄せるための考えはある？燃料系をいじって燃料漏れだと思わせるんだ。おお、それいいな。燃料系に細工してやった。奴らは港へ給油に向かうぞ。よし、マリンふ頭にボートを準備しとく。我哋翻紧去三藩市，我哋啲油就嚟用晒，定系个油表坏咗啊？我哋搏唔过喎。レトロ、これを使って。ナイス、一緒に来るか？任せるわ。二船が圏内に入ったらこれで近づける。情報を市場の動きと照らし合わせてみたよ。取引が不安定になる期間と一致してる。2007年からずっと。2007年だって？ってことは金融危機は初期ベルウェザーのテスト、影響を受けやすい状態にあった市場を操作するためのだ。アンティスはそんなに早くからアクセスできた？つまりテスト用のアクセスを与えられてた。ありえそうでしょう。かもな。二船に着いた。連絡は取れるようにね。命綱なしなんだから。溺れないようにする。幸運を祈っててくれ。計画は？あの船なら何百個ものサーバーがあるかもしれない。目当てを見つけるため管理端末をハックしよう。これでいい。バックドアは有効かな。メインサーバーが分かった。実際の場所を見つけよう。持ち運び可能って言っても想像とは違うんじゃない？あ、どれぐらいの大きさだと思う？工業用サイズ。連絡を取れるようにしておく。サーバーを見つけた。どうやって運び出す？設計図ではエレベーターシャフトがある。奴らは言った。シャフトってやつはクソ。黙って。エレベーターシャフトの話だ。わかるよ。サーバーをデッキに上げてくれれば何とかする。まずいぞ。状況は？もう少しだ。ジョッシュ、どうした？時計を見て。
あと29秒。くっそ、何、遅刻は嫌いだよ。仆街啊，你准备好落地狱未？啊，识咗佢啦，大佬，救命啊！どこだ？そろそろ見えるはず。ほら、あれは一体。おいおい、あれ月じゃないぞ。お前のドローンかよ。サプライズ。僕のお手製なんだ。マーカス、どこにいる？サーバーをドローンに接続しないと。ドローンだと？誰か降ろしてくれ。よしよしよし。は？マジかよ。なあジョシュ、これ飛ばしたことはあるか？ようやくハッカーたちに審判が下って喜んでいるところだよ。システムの欠点も明らかになった。海底ケーブルやデッドセックのような集団に妨害された件だ。しかし言っておこう、ブルームはこの問題を解決するプロジェクトを開発している。ハッカーをベルネザーにアクセスさせて試させたんだ。で、全部海底ケーブルの脆弱性が原因ってことにした。クソ、やってくれる。それで衛星パイプラインに申し込む企業が増えるよ。なら、ドゥシャンの情報を公開すりゃいい。ムッソリーニみたいに世間に処刑させてやる。それじゃ何にも解決しない。何もしなきゃ解決しないだろ。何もしないわけだね。一度でいいから言うことにして。おびき寄せる気だ。多分。やつは私たちの排除を最後の仕上げにしようとしてる。見せしめのために。でもみんなで決めたはずだよ。最後まで自分たちのやり方でやるって。よし、材料さえ揃えば奴を葬れる。永久にね。さあ仕事に戻って、みんなで実現させようね。ああ、よし。